本当にちょうどいい皆さんこんにちは、タイトルにもあるんですけども、はい、無事に引っ越しが終わりました。いやーよかったねー、疲れたいやすごいねバタバタだったんですけど、うん、あの無事に終わりました、はい、なんやかんやあの動画上げれないかもって言ってたけど、うん、なんだかんだ上げれました ね、 ねなんかストックもまだあるから、そう今後前の家のやつも上がるもんね。そう今後ねちょっと一本とかもしかしたら上がるかもしれない、うん、すごいみんなが大歓喜今回の引っ越しはね、本当に2週間前ぐらいから、はい、今ちょっとずつ準備し始めて、もうね物件決まって結構もう最速で入りました。3週間ぐらいしかなかったよね。そう俺びっくりしたもん、物件決まって、うん、びっくりしたっていうのはあの今回のね引っ越しもあのさきちゃんに全部あの頼んだんですよ私はもう引っ越しを繰り返してて大阪時代、うん、で引っ越し慣れしてるっていうのと、あとはもうあの災害浸水する家やったからの危険がある家やったからね、それを回避するための引っ越しやったからほんまに急がなダメやったんですよ、うん、もう連日のこの雨と、ね、で、ね、夏になった台風もいつ来るか分かんないから、だからほんまに最速で行ける、なおかつペット OK だったりとか赤ちゃん OK だとか、もうなんか条件も厳しい中立地もこれぐらいがいいとか、もう本当にねあの難しかったので私が全部独断で決めました逆にありがたかったですあの俺がびっくりするぐらいあの家にこだわりがなくてですね、近くにうまいラーメン屋があればいいっつってたうまいラーメン屋と映画館がまあ徒歩徒歩圏内とかそこら辺にあればいいなっていう、それだけ、それ以外は寝れりゃいいみたいな感じなんで、なんかあんまりやや言ってこられるとやっぱここでぶつかるから。あ、そうだね。うん、やし、あの実家から1回しか出たことないやん。そう、俺はあの前の家が初めての家で一人暮らししたことないんですよね。で引っ越しもちょっと慣れてなくて、うん、そもそも生活に必要、何が必要なのかとかよく分かってない。そうやね。そういう人って理想が高いねん新居に対するああそうなのかな、うん、だから条件言ったらこうで、ああでこうでって夢みたいな条件を並べてるからもう現実はもうこの枠しかないんだよっていう。確かに俺一回言ったらそんなねえって言ったね。駅近で新宿まで5分で出れて、ラーメン屋が美味しいところあって、映画館が近くにあって、食洗機が夢みたいなこと言ってたので私が全部決めました。いやでも良かったですね本当に、うん、今回マンションやけどね、うん、初マンションでしょ。初マンション、俺は実家もマンションじゃなくて、うん、本当に初めてで、うん、階段がある家が普通だったんだよね。ああ、そうそう、だから新鮮、今マンションなんだけど、うん、すごい新鮮でいいねいい、いやめっちゃいい、うんうん、いや、うん、俺あのね、そのなんていうの、マンションってやっぱさ、うん、入るじゃん、でオートロックとかがあってさ、うん、ビンって入ってってっていうのがあるじゃない、うん、あれが夢だったね。エントランスがあるっていうか、なんかエントランスに夢見てた。いやいや夢見てたの俺そのちっちゃい小学生の時から、うん、友達ん家が結構みんなマンションだったの。あ、でうちは一軒家だったんですけど、うん、逆に珍しかったのね周りの友達的には。そうそう、だからいやいいなみたいな、マンション綺麗だなって、うちちょっとボロくて、ね、うん、いいなと思ってた。いやいいわ、めっちゃいい。私も逆にマンションしか住んだことがなかったから、うん、一軒家すっごい憧れて、前回の家が初一軒家やったからめっちゃテンション高かったん。で階段登ったり無駄に降りたりとかいろいろやっててんけど、いやでもね大変やなって思った。そうだね、一軒家はね、まあ古かったから余計に大変さがあったんやけど、アリンコ出てても駆除は自分のお金でやらなかったし、あと雑草とかも生え放題で自分で草抜きしなあかんかったし、確かに確かに、まあ古かったのもあったんですけどね、まあただ一軒家のメリットもあったなと思って。俺はあるある、やっぱりこうなんつうの、近隣がさ、うん、やっぱないから、うん、音とかも一定自由だしね。そう、あとまあ1階がそもそもないとかから別にバタバタしても大丈夫だし、うんうん、そうトニーが生まれてね、余計思ったね。それはだからすごいやりやすかったなと思ったの、撮影とかもねしやすかったし、うん、だから前回の家もね、あの出るときは俺ちょっと本当に泣きそうな感じで、うん、なん
こう写真撮ったの俺、家の中の写真で、なんかさっきは知らないと思うけど、うん、俺なんか本当に洗面台の前とかで自撮り撮ってたから、こうやってもうなんか寂しすぎて、うわーって、いやだってさ、ないんだよ賃貸とかの経験がさ、今までなかったからさ、うん、え、この家俺の家じゃないのみたいな、他の人の家になっちゃうのこれからって思って、いや、もうなんか元々人の家、そうそう、寂しすぎてさ、家の前で写真撮ったよね、みんなで撮った、うん、最後ね、うん、あの人、あの不動産屋、ね、不動産屋の人にさ、写真撮ってくださいって言って、うん、貸し合って家族写真撮ってマスク姿でねそう、なった人があったけど、うん、寂しい別れがあったのよ私はさ、必死でさ、汗だくになっていながらさ、梱包してるやん、荷造りブワーって一気に3日間でグワーってやってるやん、うん、ほんでさ、まあ、その間はさ、トニー見てくれてたりさ、あの編集してくれたりさ、いろいろやってくれてんけどさ、気づいたらなんか涙ぐんでさ、写真撮り出したからさあれなんかみたいな、なんかテンションが全然違うからで無事に引っ越し終わりまして、はい、本当にね、咲ちゃんに頭が上がらないです、ほぼ本当に全てのことをやってもらった今回、積んでる段ボールは全て私が解放しました、これすごいこうえぐい量を段ボール積んであったんですけどあの役所にね、手続きをいろいろあったんで、うん、俺が手続き行くよって言って結構混んでたって、うん、あのそれで1日経って帰ってきたらもうほぼ終わってたって、はい、すごいよね、なぜなら誰か呼んだ誰か呼んでやったえぐくないスピードだって元プロだから、あ、そうアリサンマークの引っ越し者で10ヶ月梱包レディをしてたのでえぐいスピード、すごくないですか、うん、いや、本当に頭上がらないですよ、本当によかった、あの経験があって、あ、すごい、りょうさんはね、ずっと元気、あ、そうそうそう、うん、場所変わっても、あんまりどこでもええわって感じの、りょうさん、前の家でも引っ越した直後、うん、あの小屋に入れた瞬間にご飯食べ出したの、うん、気も座ってる歌詞がね、やっぱりそう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 、 2日間ぐらいはちょっと元気なかったか、うん、そうですね、やっぱり引っ越しは猫はね、うん、やっぱり自分の匂いがついたところがなくなっちゃうのと、あと歌詞は初めての引っ越しだったんで、うん、米子の時にうちに来て ね、 そうね、ちょっとね、引っ越しの1日前ぐらいから様子悪くて、うん、なんかちょっと吐いちゃったりしてたんだよね、そうそうそう、業者さんもいっぱい来るしね、そう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 、でストレスねちょっとあったと思うんですけど、でも今はもう2日間ぐらい経って、うん、もう床でガラーンって腹出して寝るぐらいには、うん、早い、思ったよりあれがでトニーはね全然特に気づいてない多分気づいてないと思うまあそんな感じでいろいろあったけど、うん、無事に終わりましたという報告でございました。今度からはこのバッグかな、基本、そうだね、今ちょっとあのまだこの段ボール片付けてないんで、うん、置きっぱなしですけど、引き取ってもらったらね、そうそう、まあそんな感じでちょっと長々と喋っちゃいましたが、はい、無事引っ越しが終わりましたという報告でございます、はいはい、で、コメントとかでもね結構あったんですけど、うん、ルームツアーやってくださいっていう声が多かったんですけど、ルームツアーはする予定はないです、うん、ただあのこの動画でちょっと、まあ、リビングの風景こんな感じだよっていうところだけでも見せようかな、多分今後映り込む部屋があると思うので、うん、そこだけちょっとね、こんな感じだよっていうので、はい、ちょっとね今からお見せ したいなと思います、はい、うい何いきなり YouTuber 締め方わからんかったやろ締め方わかんなすぎて力技っていう紹介していく初めてやったなそれ、はい、というわけで、まあリビングツアーですね、はい、ツアーじゃねえなリビングです、リビング紹介はい、こちらが多分あの今後だいぶいっぱい映るだろうっていう場所ですね、はい、はい、まあ別にリビングです、まあ、テレビがあって、はい、こんな感じで、歌詞のトイレ、トイレ、はい、で、おむつのゴミ箱、はいこれで、これ便利よね、これ匂いが出ないから、これね、これ匂い出ない、で、このエヴァのこんな細かく紹介するさっきちゃんが飾ってないそうそう、100均で売ってるやつね、でテレビ、うん、あのうちのテレビ65インチ、はいテレビだけはいいもの買おうっていう他の家電もおろいんですけど、よくあのテレビでかいっていじられるやつですねでかい俺の元同僚のミックスとか、うん、グッサンとかがツイッターでよくいじってくるんですけどこの前ね、まさかの宮村優子さんにもツイッターでいじられた、あー、いじられたテレビ大きいねってさっきちゃんいじられた
人気投票のね、ことつぶやいたら。そうだ、めちゃくちゃ高いわけじゃない、これ。いくら、うん、ぐらいなんか1個肩振るんやね。うん、で、まとに。この前買ったバウンサーを。はい。はい、バウンバン、アイアムカウです、今日は。そうそうそう、このバウンサーがあると本当にね、その、まあ、撮影中とかでもすごい安心だし、ね、そうそう、で遊んでくれるし、とにかく楽しいし、いいですよ、バウンサー。そう、しかも最近はね、自分でバウンバンするやり方を覚えて、ね、うんうん、要は足をバンバンってやるし、で、まあ、こんな感じで、はい、はい、これちょっとね、はい、カーテンは今後変わる予定ですこれ何でかっていうと、この長さがね、これ足りてない、あー、惜しいこれはさきちゃんが前の家だよね。そう、大阪でね、使ってたカーテンで、なんとなく内見の時に、あ、このカーテン合うなと思って持ってきたら、まさかのちょんちょん。15センチぐらい足りないね。買いますこれは。可愛いのにな。横幅ギリギリ合ってるんだけど。うん。あとあれだ、これ。ね、あの、Wi-Fi がまだ開通してないんで。はい。ポケット Wi-Fi を。レンタル。そう。だからこの動画もポケット Wi-Fi とテザリングの力で上げてるから。おー、ギリギリやな。やばいよ。この夏さ、夏はやっぱ動画さ、頑張りたい時期じゃん。うん、よくみんな休みだから、見てもらえるから、うんうん。その時にポケット Wi-Fi しかないっていう恐怖が、俺の中におりますよ。YouTuber としてね。そうそうそう。できる限り、あの、容量がでかい使ってくれる。で、ここが、寝室。はい、つながってます。まあ、よくあるよね、こういう形。うん、あるある。で、こっちにも同じカーテン。で、はい、これも同じく。ちょんちょんです。ちょんちょんでございます。で、まあ、空気清浄機、加湿器があって、はい、ここにも同じ、あの、間接照明。はい。で、こんな感じで。で、これ布団がね、うん、あの、ここ今1個しかないんだけど、2つ敷いてね、うん、寝てます。今はね。今は寝てる。うちは前も動画で言ったんですけど、寝室が一緒じゃないんだよね。うん、なんでかっていうと、まあ、俺の寝相といびきが悪いのと、さき、うん、ちゃんはもうびっくりするが逆起きちゃう。浅いのよ、眠りが。本当に浅いから、本当に出会っちゃいけない2人が出会ってしまう。飲みじゅりだ。俺も俺で隣で寝て起こすのか申し訳ないから。で、ありがたいね。今こんな感じ。このマット引いてね。うん、ここはあの、ソニーが仮にこの、自分のベッドからゴロンって寝返りしちゃっても大丈夫なように、うん、ちょっとフローリングが硬いんで、そうだね、柔らかめのやつを買いました。これもう赤ちゃんいる家といえばこのマット。このマットねこれクニクニのね、なんか幼稚園とかであるやつ、うん、これはあの子供チャレンジでまあそんな感じかな。はい、どうでしょうね。どうでしょうね。本当にあのザ、ちょうどいいっていうね、皆さん、あの、前回の動画でさ、まさかの、ね、グレードダウン家賃がね、安いからねめちゃくちゃ広くなく、ちょうどいい家かなって思ってます。ほんと平均的な間取り本当に3人家族の平均的な間取りだと思うんですけど、うん、でも、地区は浅いから綺麗ですね。綺麗、本当に綺麗、ちょっと感動した、うん、こんな綺麗なんだ。あとさ、お風呂がさ、足伸ばせます。そうそう、足伸ばせんだよね。ねえ、もう泣きそうになった、感動して。こんなんだ。ほんとね。これないあの、四角やったもんね。これないお腹大きい時大変やったわ。そうだね。もう今こんな感じなんだよ。うん。それ最高だね。もうマンションが便利やね。うん。マンション便利だね。結果。本当にいい。まあそんなところで、はい、綺麗にこんな感じなんで。まあ、どっちだろうな。こっちの部屋かそっちの部屋かわかんないけど。うん、普段の動画基本、そこ、はい、か、まあ、なんだろう、ご飯食べたりとかはさっきの背景になると思います、うんうん、以上。あれでしょ、リオナリの部屋はまた別室やもんね。そう、リオナリの部屋は別室、スタジオ作るんやんね。そうそう、スタジオ作るんですよ、うん、スタジオはどうしようかな、まあ、リオナリの部屋の方で俺の部屋を紹介するか迷ってる感じですね、うん、でもまあちょっとどっちかというと汚いかな今その部屋に結構段ボールが今ガッていってて、うん、あれなんで、まあ、紹介するかわかんないですけど、さきちゃんの前の部屋紹介の動画あげたと思うけど、うん、あそこで紹介してたフィギュアとか、うん、あとは等身大のアスカとか、うん、そういうのはそこの俺の部屋に行く感じですね、うん、そこで編集もするんやね。そうそう、編集もしたりとか、はい、あとまあリオナリの部屋で YouTube ライブするときとか、うん、そうそう、そういうのはそっちでやろうかな、うん。いや、このさ、間取りのいいとこがさ、ここでさ、うん、トニーを寝かしつけるやん、うん、いやそうそうそう、
ほんで寝た後さ、まあ、8時とか9時ぐらいに寝るから大人からしたら早いやんか。でこの扉を閉めるともう暗いね、あの寝室になるから、こっちでテレビを見ながらくつろげるんです。そうなんだよね。それが前回の家は2階にトニーを寝かしてたから、さすがに2階にトニーを置いて1階にね降りてテレビ見るってことができなかったから。そうそう、音に気づけないからね。そうそうそう、だから私も暗闇で愛の不時着を iPad で見てましたけど。暗闇の中で卵焼きとソーセージ食ってたもんね。そう俺も暗闇でカレー食ってた、コンビニのカレーあったけどね。それがこの距離だったから、うん、もうこれはいいよね。あの前紹介し、動画でも紹介したけど、寝返りの防止とか、うん、あの窒息死防ぐグッズ、うん、あれがあるんで、まあ、これぐらいの距離だったら離れても平気かな。そうそう、ピコピコ鳴るしね、うん、もし何かあったら。そうそうそう。でもうそろそろあの大人と同じ睡眠時間になってくるから、うん、だから安心。よかったね、うん、よかったね物心つくのはこの家かまた違う家かな。どうだろうね、わかんないけどただ本当に今回はトニーのために引っ越したようなもんなんで、うん、大正解だ。ちょっと災害のために引っ越したから心に余裕がちょっとだけできました、うん、できました。ありがとう。はい、さきちゃんありがとう。いえいえいえ、次の生配信はじゃあこっからよね。そうだね。あ、そうそうそう、日曜日あの新居から生配信するんで、うん、ぜひ見てください。あの放送ページ概要欄にリンクあります。はい、ぜひぜひ。まあなんかご飯、まあ引っ越し祝いなんでなんか美味しいもんだよね、前取りつつ。え、切り詰めますよ、我が家は。あそんなお祝い、お祝いって。蕎麦や、蕎麦。どん兵衛の蕎麦や。引っ越し蕎麦。蕎麦食べながら、はい、放送するんで、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。というわけで、さよなら。さよなら。